fait ils veulent tout sécuriser, en fait ils ont trop peur que les jeunes tombent sur des gens un peu bizarres. Pedestrian as pedestrian.自分の、まあ、考え方として、建築っていうのは場所がすごく大切で、でその場所というところにはこれまで、たくさんの記憶が積み重ねられて場所があると思っているので、その場所の記憶を掘り返してそこから未来を作っていくような建築を、自分は作っていきたいなと。実は記憶というのは未来を想像する力を持っていて、逆に未来というのは記憶によってこう生み出すことができるっていうのが記憶の奥はすごく面白いところだと思ってるので、出来事は過去であってもその記憶が失われて忘れされていない限り、未来を作ることができる一つの大きな原動力になるという考えを持っているので、建築というものは記憶を宿すときに何か人類に伝えることができる一つの大きな仕事だと思っていますか。多分7世紀ぐらいの頃の壺、壺というか青銅器。これは奈良だかな。僕は旅をすると土地で出会うものを、まあ、連れて帰るようなお供にですね、いうことを楽しみにしている部分もあって、飲みの市だったりとか訪ねていって、ある時は100年前のものであったり、名もない浜辺で拾った石ころとか、なんか気に入った形だから持って帰るとか、なんかその時空を超えて誰かが多分持っていたはずなので、その時間をこう持ち帰るような部分があると思っているので、出会いがあって手にしたものがまたいつか誰かの手に渡るっていう、そういう繰り返しが、なんか、まあ人と物との関わりだと思っているので、いつの間にかこう楽しみに変わっていましたね。寺社仏閣で面白いのって、あそこの屋根と壁のくっついているところあるじゃないですか。あそこの作りっていうのはやっぱすごい時代によってどんどん変わっていくので、全部がアジャスターとして微調整しながら台風地震に抗わず耐え抜くような仕組みですかね。20歳からヨーロッパに出てしまったので、まだ日本の文化を知らない、まあ、実家を持って受け継いだことはないという意味では、やっぱり古き長く多くの先人が積み上げた町というのは本当にそれだけの歴史と誇りによってまた文化があるので、まあ、パリなんかもそうですけども、京都も同じように、そこから、まあ、今自分たちがいる時代をどのように生きていくかっていうことがすごく考えられる場所ではあると思うと、学ぶべきことが本当に溢れているという町ですかね。
未来がある感じでいいですね。なんか自然がこう侵食し始めてるんで、なんかこの先多分こう同居していく感じが未来っぽくていいなと思ってですね。大きな一つのこう場を作るために巨大な柱と構造と動いていっちゃうだなと、建物だけではなくてこう作る力もやっぱり相当長年かけた木材を使って長い時間をかけて作ろうっていう、まあ壮大なもう一つのプロジェクトだったんで、そこを生きてきた人たちがどういうふうに物を作ろうとしたのかっていう、なんかその時代がやっぱり建築の中にこう記憶として残ってるんで、そういうのをこう想像して、なんかやっぱり物を見ると、こちらの想像力を動き出すみたいなところなんで。今回行ってみたい場所というのが、三角屋という京都をベースにしながら建物を作るためのものづくりを非常に向き合って、試みている方々の工房という、まあ、アトリエですね。非常に特殊な仕事をされているというお話を聞いていたので、ぜひ触れたいなというふうに考えています。そうですね。ほんの樹齢いくつぐらい？ここがまあメインの加工場で、はいはい、隣にちょっと大きいところがあるんですけど、仮組場と、はい、あと2階にもあるので、まあ、そちらで、まあ、3箇所は同時に動かして、はい、どうもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日もう入ってきてあの材料の、はい、びっくりしました。材料持ってんと、いやほんまに建築でできないからね、日本建築が、はい、滋賀県の北の方の余呉の方の民家でもうこっちが180度琵琶湖の景色になる。ああ最初は普通 の, はあの箱のみたいもので英雄で言うてはってる。僕は土地見に行ってそんなもん建てたってしゃあないつまらんつまらん。仮組みされんな組みながらこれこうしよう足よってアイデアがいっぱい出てくる。いやそうだね、図面ではね、あれやけども、やっぱりここへ来て見て、ここやとこんなおかしいやないの言うたら、そんなおかしいはない言うて変えられるやつや。はい、でここ持ってこられて比べながらこっちの方がいいな。そう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 、それができる、ね、合わせができますもんね。うん、ここやっぱりご依頼があって、こういう、まあ、古い家を建て直したいっていうお依頼からあったんです。いやいや全然全然ないです。前に僕はあの買うといたんですよ、こんな古材屋さんから。あ、へえ。15年か20年前に買うといて、はい、置いてたんです。あ、全部じゃあストックしておいて。そうなんですね、へえ。それでこれも、あ、随分大きなところ、こんなも持ってたけど、古いお寺のなんか合掌にすることだったから。へえ。新しい障子では合わんしね。へえ。こんな障子見つけてきて、はい、ああこれやったら合うわと思って、はい、これが奈良の方の酒屋さんの桁やってんけども、ね、こんなんでももったいないからね、はいはい、もうといて、宝の山のようにこう、いや宝の山よりね、材料で残しとく方がね、なくなっていくねんから、お金で残しといてももっと死ねへんねんから、それより材料がいい。
もうそんなお金の返さてしゃあないや、そんなもん材料ある程度残しとこうがね、うん、これからまた僕が亡くなったらみんな使うていきよるやん、ええやんそれで。そういうね、材料素材あってもやっぱり職人がいてなかったらね、そんなんすぐ言うて人で育たへんやん。やっぱり5年10年ね、ある程度下積み修行して材料よりそっちの方が宝やから、あれは日本にないですよ、日本にいないですよ、一人や二人はいててもないもん、うん。の桁と桁と合わせる接合部のところの、はいはい、まあ、仕事をしているところで、まあ、大工の方でどこを染み取るかっていうのも見ながら、うん、この丸みを拾って、まあ、それをこううまく組み合わせて、うん、図面上で普通描いてると一本のまっすぐな線なんですけど、実際自然のものって形が複雑なので、うん、もう本当にどう組んでいくかっていうのはもう大工の感覚の部分が持ってるところと、隙間が本当にすごいですね。頭が触れます。こんだけボコボコな木をちゃんとピシッと、こんなん合わないですよね。その土地で出た材料を見て、それを一番そのまま残してその土地でやるっていう考えは、本当考え方としてもしかしたらすごく今までやってこられてこない考え方かもしれないですね。うん、地域とその環境やね、うん、僕は思うのに、はい、こういう場所にはこういうのを建てたいうのが、うん、そこの土地が持ってる記憶をやっぱりちゃんと次に使っていくっていうのが、ここの場所の雰囲気とかで、やっぱりね、あそこの雰囲気はやね、やっぱり変えられないですもん、ね、変われへんからやね、うん、なんか自然と、うん、あるがままでええんかなと思いながら、うん、あるがままのもの持ってらっしゃいますからね。これしかできんと。いやいや、そうやね、10メーターってここにあるものしかできんと。そうなんですよ、そうですね、素材が教えてくれよのは、うん、うん、じーっと見てたら、うんうん、まあ、向こうからね語りかけるね、うん、そう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 、ね、無理やりどうしてもこれを使わんならんいう使い方したら、うん、嫌がりますからね、あとアンバランスになってきます、うん、それが逆に目立ってきます、うん、ちょっと違うぞと思うね僕は、うんうん、無駄なもんがもう無駄な線が多くなってきた、うん、無駄な、ね、ものが多くなってきた、僕は、うん、まあ、派手になって派手になってきてる、建築が目立ったらあかんねん、そこに飾るもんが目立たなあかんねんから、目立ったらあかんねん、目立ったらあきませんよ。わかりました。これ持って帰っちゃった、これなんですか、これ船板ですよ、ここに物ちょっと飾るともいいです。あ、はい、うん、琵琶湖の船ってそこは浅い、あの平たいね、そこの先ですわこれが、ここあいいですか、じゃあちょっと2つとないやつ、ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、本当に今日は一日お世話になりました、はい、じゃあ失礼します、はい、失礼します。どこかで僕らはその今はどうしても生活が優先されたり、それによって必要なものが出てきたり、必要でなくなったらそういうものが捨てられたりしてしまう世の中になってしまったけれども、やっぱり僕らは物があって、それがあるから作る喜びがあって、
てそれを受け取るから生きる喜びがある、ああいう物ありきの発想というのは本当に刺激的というか羨ましいなと思って憧れますね、ああいうのは。その旅の記憶はこう次の未来を作ってくれるところがあって、不思議とこう自分の仕事に行き始めてくる、なんかそこに未来をこう導いてくれてる感じっていうのはやっぱり僕が一番旅をして好きな出来事というか、本当に旅というのがやっぱり人生の旅になってるかどうかっていうところで、未知なるところに足を踏み入れるこう勇気っていうのはすごい大事だなと。